ないやー、これはいつものように無言になっちゃいますね。わー、滝がすごい。道が合ってるか合ってないのかもう全く分かんないですね、これね。いやー、これもうなんとなく雰囲気的には熊が出ても何もおかしくないような、そんな山ですね、これ。この辺はキャンプ場なんですかね。うわー、すごい。いやー、ここも綺麗ですね。これ
ロードスターの、まあ、YouTube で上げられている方で、週末ロードスターさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この渓谷沿いを走ってる動画がありまして、まあ、自分もこっちの方行くんだったら見てみたいなと思って、今回ここを通ったんですけど、素晴らしいとこっすね、ここは。ここは自分も山梨には何回も来てますけど、この道通るのは初めてなんで、また違った表情を見せてもらったんで、また一つ新しいところを覚えたかなっていうような感じですね。いや、今日は空も晴れ渡って本当にいい感じですね。皆さん今この水かき山自然公園ですかね、ちょっとこっちの方に行ってみたいと思います。まあ、公園なんで何て言うんですかね、あんまり広場みたいな感じだとは思うんですけど、もしかしたらこっちの方行けば紅葉している何かがあるかもしれないんで、ちょっとこっちの方に行ってみたいと思います。あと1週間ぐらい違ったらだいぶ紅葉の具合も違ったと思うんですけどね。でもまあちょっと紅葉には早いですけど、先取りっていう形で見れればいいかなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱり本当に紅葉真っ盛りのシーズンになると、観光で来る方がたくさん来られたりするんで、その前に空いてる時を狙っていろいろ見ていければと思いますね。いやでもやっぱりこの辺は自然が豊かですね、山梨、長野は。あ、でも結構車が止まってますよ。ここが駐車場なのかな。いや、もっと奥がありますよね、多分。
これはキャンプ場ですね、これね。これ行けんのかな。